何のためにノートを取るのか。そう、自分のために。 Hey guys, I'm Marissa Nanase。 皆さんこんにちは。知識で美容している勉強マニアの Nanase です。今日なんですけれども、ちょっとね、久しぶりに iPad のノート術をやろうかなと思います。で、今日のノート術は特に読書ノートで、私ね、いろいろGoodNotes をね、ずっと iPad でも使ってるんですけれども、まあ、こちらでもう自分のその型みたいなのが決まってきたので、それをちょっと皆さんに実際にお見せしながらご紹介していこうかなと思います。まあ、この動画をね、ぜひ見てほしいなっていう方は、これ iPad じゃなくても普通のノートでもできることなので、まあ、よくね、読書する人、あとは、iPad を GoodNotes を使ってみたいなっていう人、あと今読書ノートを作ってるんだけどうまくできない人、また読書ノートってどういう風に何を書いてるんだろうと気になる人は、ぜひ必見なので最後まで見ていってください。読書ノート、まあ、別にね、ノートを取らなくてもいいと思うんですよ。ただノートに書いて書き出してみた場合、私は、後から思い返した時に格段に印象に残ってるんですよね。なので、まあ、本読んでそれだけで覚えれちゃう人はいいと思うんですけど、ちゃんと書いてみたりとか、自分にとってプラスになるようになんかメモしたりとか、しながら、本を読んだ方が私の場合は記憶に残るという、まあ、それだけの理由。あとすっきり頭の中がして、具体的に何をすればいいのか見えてくることが多いので、ノートに書いています。あと私はこうやってね、 YouTube の方で学んだ知識とかを配信してってあるので、後でね、これ YouTube でちょっとこの話しようっていう時にすぐノート見ればわかるので、ただ単に本読んでる時よりかはそっちの方がね、やりやすいということから、こちらノートに付けさせていただいております。なので、まあ、ノートをね、取るメリットっていうのはたくさんあると思いますので、ぜひね、今までやってない方はやってみてください。とはいえ、私もいつもね、全部の方法をノートに取ってるわけではなくて、ただただこう流し読みしたいなとか、早く読みたいなとか、あと1週目はパーって読んでしまって、で2週目でノートにね、まとめながらやったりとか、そういうこともやっていますので、本当にね、臨機応変に使っていってもらえればと思います。では早速ね、GoodNotes こちらになります。で、まあ、手帳の方はぶっちゃけて言うと、私 GoodNotes 使ってますが、手書きの方の手帳も今ね、戻ってますっていう風に、長年使ってくるとやっぱり手書きの方が良かったかなとかっていう風になってくると思うんですけど、この読書ノートに関して言えば iPad でこと足りてますので、もう1年近くなので、まあ、全然 GoodNotes でいいかなと思います。まあ、ノートを買うっていうことも少なくなりましたし、まあ、たまに例えば Kindle をね、 iPad で読みたいからノート書けないから、ノートを手書きで書いたりとか、そういうことはあるんですけど、ほぼほぼ今ね、 iPad で済んでる感じになっています。まあ、常に持ち運んでるんで、ちょっと確認するときスマホでも見れるし、おすすめです。まあ、お金出してね、買う価値は GoodNotes はあるんじゃないかなと思います。で、今回なんですけれども、まあ、普通のノート、あと他の、そういう電子ノートとかでも使えるとは思うんですが、まずこんな感じで私はやっています。まあ、案の定ですね、こう2つの左右に分けて、ノートを取っています。どんな本か、タイトルは今回は本の内容ではないので伏せますが、まあ、こんな感じでちょっと具体的なトピックとかページ数をまず書いて、で、この左側に本の要点とかを自分なりに書きます。で、かつなんかちょっとした変なイラストとかっていうのも書いていきます。その方が、印象に残るからですね。で、右側にその本から学んだこととか、あ、これ後で YouTube とかで使いたいなみたいなことをまとめていきます。まあ、例えば一番上のところは、これ本のスタンプが書いてありますよね。これは本のタイトルで、エッセンシャル思考という本があって、それがおすすめされていたんですね。すごい面白そうだなと、まあ、有名な本なんですけど、まだ読んでないので今度読んでみたいなと思ってメモしておきました。ということで、まあ、本、これ本だなとすぐ分かりますよね。で、あと YouTube とこの Twitter のアイコンを私は画像保存しているので、そのアイコンがあった時に、あ、これを今度 YouTube のショートでやろうとか、Twitter でこのことを配信しようとかっていう風に、このスタンプですぐ、分かるようにしています。で、かつこの左のですね、ストーリーのところはですね、結構本ってこう誰かのストーリーとか、あと研究とかね、載ってるじゃないですか。それをまとめて分かるようにしております。ストーリーは私緑色で書いてるんですけど、例えばジェイシーという方は飲食店で、なんか初めは一人で全部やったけど店舗拡大していって人を雇うことになりましたよと。ただこんな悩みがありました。で、そんな時にどうアドバイスしたら、プラスになったかっていうのが一目瞭然で分かるようになっています。なので、この話を例えば友達とか周りの人とか、まあ、初めて会う人とかもそうですけど、なんか人雇うのってすごい難しいって言ってる人がいたら、今度してあげようかなというふうに思ってやっています。その時のポイントとして、やっぱりアドバイスとか大事なところはこのまんまね、伝えれるようにちょっとメモしていますっていう感じですね。で、これを受けて私も実はこういう経験があってとか、私の過去の体験とか知識っていうのも組み合わせていきます。これが非常に大事ですね。で、ここは自分の経験でもいいですし、他の本に書いてあることとかでもいいと思います。こういう感じで右側に書きます。で、私その自分の経験はピンク色で書いてる感じになってきます。で、2ページ目いきましょう。2ページ目でもね、同じような感じで書いてありますよね。ちょっと
っとイラストとかね入りそうなところはイラストを入れてもらって、ちょっと視覚的にもね分かりやすくします。こうパッと見た時にイラストの方にやっぱり一番最初に目が行くと思うんですよね、文字よりも。なのでイラストをちょっと入れれるだけ入れてるって感じですね。とはいえ私絵心ないんで、あんまりイラストが対応していません。あと図解みたいな感じとかもやっていません。あとそう、今日最初に言っとくべきだったんですけど、私のノート術ってなんかよくあるような、なんか綺麗なノートとか可愛いノートとかやりたいんですけど、全然綺麗に書けないんで、もう綺麗さを私捨てていて、役に立つ方重視だってんですよ。だから最後すっごいページが出てきます。蛍光ペンで引っ張ってるところとか赤いところっていうのは、自分が後から使いたいようなテクニックとか、後でこれちょっと考えたいなとか、あと今後の人生でこれはずっと心の中に覚えておきたい、そんなことを赤色で書いています。まあ名言をねたまに書いたりとかもしていますね。はい、そんな感じで、読書ノートは作っています。この読書ノートを書いているその様子とかっていうのも私の、勉強実況チャンネルの方で、アップしますので、よかったらそちらの方もチャンネル登録よろしくお願いします。で最後ですね、本を一冊読み終わって読書ノートつけ終わりました。そしたら一個ねやることがあります。何かというとこちらです。はい、ちょっとこれすごいですよね、ビビりますよね。本当にまさにね、綺麗とか可愛いとかっていうよりかは本当に自分だけが分かればいいっていうぐらいの感じで書いていますが、それぐらいね、くしゃくしゃでもいいんじゃないかなと思っています。まあ、やっぱりね、外見より中身ですよね。ということで、私はイケメンが好きです。まあ、そんな感じでですね、これは何が書いてあるかというと、まあ、本の中で自分が今後ね、生かしていきたい知識とか、これをやるっていうことを抜き出しているっていう感じです。それを自分の言葉で赤文字で書いていきます。思いついたら即行動するとか、まあ、9対1で失敗するのが普通とか、何か今後ね、なんか新しいことにトライして失敗した時にこれを思い出すことで、あ、別に9回失敗しても1回成功すればいいんだっていう風に思って、またトライできますよね。そんな風に覚えておきたいことを全部まとめてる感じです。1枚によくある図解みたいにね、綺麗にまとめれたらいいんですけど、 YouTube で配信するとかってなったらちゃんとプレゼン作ったりとかやりますけど、自分のためのノートなのでこれはねいいかなと思います。でバーって書いて、それをもう丸で囲んでちょっとマインドマップ風にします。でこの丸とか四角はあまり特にこだわりありません。で赤いところはそんな感じで大事なところとか、頭に覚えておきたいことなんですけど、青いのは何かというと、大事な赤いところから付随してくる質問とか、自分でゆっくり考えたいこととか、そういったところを書きます。でその考えたいこととかをもうすぐね黒文字で書いていますよね。すごい大事なところは黄色の蛍光ペンで引きます。ということで、まあ、例えばちょっと見てみると、スケジュール帳をもっと使いこなすとありますが、ここね手帳の本がおすすめされていたので、ちょっとその手帳の本買って読んで、今度また自分の手帳に生かして、それをまたね YouTube にも配信していきたいなと、知識を共有していきたいなと思うんですけど、まあ、手帳の本を読むと、そういうトゥードゥリスト的なことを書いていますね。あと肩書きを書いてみるっていうのもあって、肩書きって結構だいぶね、まあ、周りの印象も違うけど自分の気持ちも変わるみたいなことが書いてあったので、じゃ例えば私も、まあ、勉強マニュアルで今やってますけれども、なんとかクリエイターとか知識クリエイターとかライフクリエイターとかさ、そういうものもいいんだなと。でそういう肩書きを実際調べてみたところ、資格がないと使えない肩書きっていうのもあるんですよ。それがこの名称独占資格っていうのがあるらしいんですけど、それ以外だったら名乗れるらしいんですね。なのでアドバイザーコンサルタントとか別に資格なしでも名乗れるので、例えば海外ドラマ評論家とか勉強法アドバイザーとかね、かっこいいですよね。なんかそういうと私、あ、ちょっと勉強法のアドバイザーだからしっかりやらなきゃなみたいな気持ちの入り方が違ってくるので、ちょっとこれね後でゆっくり考えたいなと思ってメモしています。そんな感じでまとめて、最後は蛍光ペンで丸で囲っていきます。この蛍光ペンでどういう風に囲ってるのかというと、例えば仕事で使えることは緑、プライベートとかで使うことはオレンジで私は分けて書いています。そんな感じで丸に囲んどくと、あ、仕事ではこの辺を意識してやらなきゃいけないなと、プライベートではこの辺を意識して明日から考えていきたいなと、そういうことが一目瞭然で分かるようにしています。で丸の書き方とかめちゃくちゃ雑なんですけれども、なんか女性としてこれはどうなのかというのがあるのかもしれないんですけれども、まあ綺麗よりかは本当にね中身で勝負というところで私は自分のノートはやっています。でこのちなみに緑色とかオレンジとかまとめてねこう丸で囲むっていうノート術に関しては、私メンタリスト DAIGO さんのノート術の本を読んで、それでね知ったやり方の一つになりますが、これ非常に分かりやすくていいなと思って使っています。そんな感じでですね、まあいろんな本から得た知識とかを含めて私のノート術が今出来上がっているので、ぜひ皆さんよかったら参考になるところとか使ってみたいところはやってみてください。まあ人によってやりやすいやりにくいあると思うんですけど、やりやすいやり方でねやっていけばいいと思います。ということで、ノートは見せるものじゃなくて自分のためにあるものとして使いこなしていきましょう。ちょっとでも今日の動画参考になったよって方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。私のチャンネルではこのように明日から使える知識を提供していってる大人のための勉強チャンネルです。では皆さんがグッドノートを使いこなして、より素敵なノートが身になるノートができますように。では See you!